高狩、り。高狩、り、高狩りは、鷹などの鳥を使った、狩猟の一種。鷹の、法用ともいう。鷹かの犬橋、大鷹、ハ高、灰および、はやぶさかのはやぶさ等を訓練し、鳥類や哺乳類、うさぎ、狼オオ、狐などを捕らえさせ、餌とすり替える。こうして鷹を扱う人間は、と呼ばれる。日本語の古語においては、高だ、法用。 高野などとも称する。また、高を訓練する場所はと称される。紀元前3000年から紀元前2000年頃の中央アジアないし、モンゴル高原が紀元と考えられているが、発祥地と年代について定説はない。アッシリアオーサルゴン2世紀の時代、紀元前722から705になると明らかな証拠が存在する。中国では、州の時代。 紀元前680年頃に高狩りの存在が確認できる。ヨーロッパには紀元400年頃、フン族とアラン人の侵入の際に持ち込まれたと考えられている。神聖ローマ帝国のフリードリヒ2世1194から1250は高狩りに深い造形を持ち、さらに十字軍遠征の際に中東の高狩りについて書かれた解説書をラテン語に翻訳している。 フリードリヒ2世は、デアーテベナンディクムアババス、鳥類を利用した、狩猟技術という高狩りの研究を書いており、この書は高狩りについて包括的にまとめた初めての書で、あるだけでなく、鳥類学と動物学の発展にも大きく寄与している。歴史的に高狩りは、中世貴族の娯楽、または、権威の象徴であり、時間、金銭、空間などが必要とされることから、 貴族階級や富裕層に制限されてきた。鷹は黄金よりも高額で取引されることもあり、高炭鉱、フィリップの息子ジャンがオスマン帝国に囚われた時には、バヤジと一世は、身の白金として20万枚の金貨の申し出を断り、12頭の白早サを要求している。近代以前は、東は日本、西はアイルランド、モロッコ、北はモンゴル、 スカンディナビア、南はインドに至るユーラシア、北アフリカ全域で各地方独特の高り文化が開花した。現代ではかつて成功したインドやイランで絶滅しかけている反面、南北、アメリカ及び南アフリカでも行われている。また、高狩りの技術は猛金類の繁殖包丁や傷病調理ハビリテーションに応用されている。年月日に、 UAE、モンゴル、チェコ等11カ国の高刈りがユネスコの無形文化遺産の代表一覧表に記載された2012年にさらに2カ国が追加記載。国際組織としてインターナショナルアソシエーション4・フォー・フォー・クンリーコンサーベーション・オブ・ワーズ・オブ・プレイが結成されている。20世紀に入ると近代獣医学の知見と送信機の発明により高の寿命は伸び、 獲物を追い求める鷹を鷹上が見失うことも少なくなってきている。鷹狩りは世界各地で楽しまれている。アラブ首長国連邦では野生の鷹を保護するのに毎年2700万ドルが費やされているという。アブダビとドバイには最先端の鷹用病院が存在する。アブダビ国際狩猟、ジョーバー展示会、アディヘックスでは毎年鷹の品評会を行っている。 中世のイングランドでは街を歩けば、誰かが鷹を連れているのを必ず見かけることができるほどだった。夫は、妻が外出する際は、そこが教会であっても人に鳴らすため鷹を連れて、行くように進めた。また、階級ごとに所有できる、猛金類の種が定められていた。当時の書籍である、ザ・ボケオブショートトン、アルベンスによれば子供なら超原坊、王なら白はやぶさなどである。 王や貴族は鷹を自身の手で調教するのではなく、専門のトレーナーを雇っていた。彼らは、マスター・オブ・ミューズ、マスター・オブ・ザ・ミューズと呼ばれ、今日でも存在している。イギリスやヨーロッパの一部地域では、書籍が発行されるなど17世紀に大きな盛り上がりを見せたが、18世紀から19世紀頃には、重火器による狩猟にとって変わられ、凋楽しいった。しかし、 1920年代から1930年代にかけてヨーロッパで鷹狩りは再流行する。北米や南アフリカといった地域には古来からある鷹狩りの慣習は見つかっておらず、1900年代初頭にヨーロッパからもたらされた鷹狩りが流行していくことになった。中世には起乗して鷹狩りを行うこともあったが、現在ではカザフやモンゴルにしか見られなくなっている。 カザフスタン、キルギスタン、モンゴルでは、狩猟に、メスの犬ワシが用いられ、キツネやオオカミなど大きな獲物を狩猟する。娯楽、スポーツ目的や食糧目的の狩猟ではなく、毛皮の獲得を目的としている。アルタイ山脈付近には、犬ワシ以外にも毛筋類は生息しているが、伝統的に犬ワシのみが狩猟に用いられている。メスはオスに比べ、体つきも、 大きくヒナに餌を与えるため、狩猟能力が高く、ドイツやイギリスでもメスが沈徴されたこともある。現地の鷹城は6月中旬に翼が完全に成長しきる前に、巣から犬足を捕まえる。捕らえた犬足は1ヶ月から1ヶ月半で、と名付けられる。狩猟訓練は、通常9月に始められ、最初は、止まり木から鷹城の右手に飛び移る訓練が行われる。 鷹城は右手に、うさぎや狐の足を隠し持ち、犬しから距離を空けたところで隠していた肉を見せび、映らせる。続いて、狐の毛皮で作られたルアーを使った訓練が行われる。鷹城は、狐の毛皮を地面に引きずり、狐が走っている様子を模倣する。わしが若いうちは、ルアーの中に肉が詰められている。5歳になると、犬しは、性的に成熟し、 野生に戻されることになっているが、実際には8歳を過ぎてから返されることが多い。オーストラリアでは、高狩りは違法ではないが、猛菌類の飼育には、許可が必要である。傷ついた鳥を治療する目的の未免許され、野生に戻る訓練過程において、高狩りが実施される。ニュージーランドでは、高狩り用の種として、南中避のみが許可されている。 1985年には南中避の飼育も禁止されたが、鷹城が運動した結果2010年に南中避のみ許可されようになった。南アフリカには180人ほどの鷹城が存在する。アメリカでは空港周辺でのバードストライク防止のため鷹狩りが用いられている。ベルギーでは特産品のムール貝を砂抜きするための大規模な洗浄施設において、 貝がカモメに食べられたり、踏んで汚されたりしないよう、鷹城を雇って、警備に当たらせている。イギリス海軍は、デボンポート海軍基地などで海鳥を追い払うため、民間人の鷹城に、業務委託している。日本では支配者の狩猟活動は、権威の象徴的な意味を持ち、古墳時代の埴輪には手に鷹を乗せたものも存在する。日本初期には、仁徳天皇の時代。 355年には、高狩りが行われ、高を調教する高海部、高海部、高外部が置かれたという記録がある。古代には、高場が金夜として、一般の出入りが制限され、天皇の高狩りを司る、法要師、大法令、主、高司、養老令が枯れた。詳細院に、法要師関係文書が残っており、 長屋大屋敷跡から高刈りに関連する木管が出土している。平安時代に入ると新設の倉人書にも高刈りが置かれ、下塚塚さが天皇の高刈りを、倉人書が庭調達のための高刈りを管轄するようになる。だが、仏教の接生禁止の思想の広まりにより高刈りに否定的な考えが生まれて、高の飼育や高刈りに対する規制が取られるうになり、聖和天皇は、 マミアビや藤原ヨシミの助言を受け入れる形で、上岸二年860年に、主、高塚の廃止と、蔵人書の高替の職の廃止が行われ、伊香高の飼育に関する規制が強化された。次の妖精天皇の元行六年882年に、蔵人書の高替のみ復活され、蔵人書が高刈りを干渉する。 奈良時代の愛好者としては、大友やかもちや、立花ならマロが知られ、平安時代においては、初期の官武天皇、佐賀天皇、陽贅天皇、高校天皇、宇多天皇、醍醐天皇らとその子孫は高狩りを好んだ。佐賀天皇は高狩りに関する監視を残しているほか、技術書として、新州高行を編纂させている。百十八年、現存する。 高刈技術のテキストとしては、世界で2番目に古い。中期以降においても、一条天皇、白川天皇などの愛好者が現れたが、天皇自身よりも、貴族層による高刈りが主流となる。坂上田村麻呂、有原の幸平、有原の成平は、高刈の名手としても知られ、原神は高刈の途中で、自己死したと伝えられている。高刈は、文学の題材ともなり、 伊勢物語、源氏物語、根弱物語等に高狩りにまつわるエピソードがある。和歌の世界においては、高狩りは、大高狩りと小高狩りに分けられ、中世に至るまで、課題の一つであった。大高狩りは、冬の加護であり、小高狩りは、秋の加護である。古代の高狩りは、仏教の摂政禁止の思想と神道における、三重県上の思想、天皇についてはこれに、 王道を新思想が加わるのせめぎ合いの中で規制と緩和が繰り返されてきたが、最終的には天皇と一部貴族による特権とされるようになった。また、高狩りの規制は、高の飼育や狩りで生活をしてきたエゾの生活を圧迫し、平安時代前期のエゾの反乱を原因の一つになったとする方もある。中世には武家の間でも行われ始め、一辺承認エデンや、 少女来号寺陸道への描写や、あず鏡、曽我物語の記述に、鎌倉時代のありさまを伺うことができる。室町時代の様子は、落中落外図屏風各本に描かれている。安土桃山時代には、織田信長が大の高月として知られる。東山はじめ各地で高刈りを行ったこと、諸国の武将がこぞって、信長に高を献上したことが、信長後期に記載されている。 また、朝倉のりかげ、敵は、庭で鷹を、卵から育てる、人工繁殖を行っており、このよう法は、戦国武将の中でも得意な例とされる。現在判明している限りでは、世界最古の成功記録である、洋高木。公家及び公家随身による鷹狩りも、徳川家康による禁止まで引き続き行われ、区行の寿命因へ、西園寺家。 地下の下付の家などが高狩りを家業とし、和歌あるいは三文形式の技術書、高書が表されている。この絵崎久は、高狩りの権威者として、織田信長と交わり、また豊臣秀吉と徳川家康に解説書、辰山公高,高百書を与えている。一方、武家においても、諏訪大社や二人山の上社への逃げ高儀礼と結びついて、熱流、小笠原流。 宇都宮流等の高実流派が現れ、熱の部なお門下からは、八代流、新井流、吉田流などが分派した。戦国武将の間で、高狩りが広まったが、特に、徳川家康が高狩りを好んだのは有名で、単なる高月とか慰めの域を超えてかくたる、養生法と捉えていた。中泉古老初段によると家康は高狩りを、気分転換の遊芸にとどめず、 体を鍛える一方とみなし、内臓の働きを促して、会食、会面に資する養生と考えていたことが知られている。家康には、高城組なる技術者が側近としてついていた。高城組頭に、伊部勘江門という人が、大御所時代までいた。東照宮見陰として知られる、家康の礼拝用肖像画にも白鷹が書き込まれる、場合が多い。江戸時代には、 代々の徳川将軍は高狩りを好んだ。三大将軍、家光は特に好み、将軍在職中に数百回も高狩りを行った。家光は、将軍専用の高場を整備して鳥見身を設置したり、江戸城二の丸に高を買う、高棒を設置したことで知られている。家光時代の高狩りについては、江戸図屏風でその様子を疑うことができる。五大将軍、綱吉は、動物愛護の法令である。 小類やアーレミの例によって、高狩りを段階的に廃止したが、八大将軍、吉宗の時代に復活した。吉宗は、古今の高書を収集、研究し、自らも、鶴狩りの著作を残している。類代の江戸幕府の高書は、内閣文庫等に収蔵されている。江戸時代の大名では、伊達重村、島津重秀、松平仁志隆などが高狩り愛好家として、 特に著名であり、特に松平人志高が研究用に収集した文献は、今日、東京国立博物館や島根県立図書館等に収蔵されている。鷹は、大部所藩、正木藩で捉えられたもの、もしくは、朝鮮半島で捉えられたものが、上物とされ、後者は、朝鮮通信誌や津島藩を通じてもたらされた。近世初期の鷹の相場は一末重量。 中期では二十から30両に及び、正木藩では藩の収入の半分近くは、鷹の売り上げによるものだった。鷹狩りに用いる鷹の繁殖を図るため、その巣を保護するため、狩猟や入山を禁じた山もあり、それらは巣山や潮山と呼ばれた。明治維新後、鷹狩りは大名特権から自由化され、1892年の 狩猟規則及び1895年の狩猟法で9年間免許制の下に置かれた。1901年の改正、狩猟法以後、狩猟対象庁住所、数と狩猟機関、場所の一般規制のみを受ける自由療法として、今日に至る。明治天皇の意により、宮内省式部職の下で、高城の雇用、育成も図られたが、第二次世界大戦後、 宮内庁による実料は中断している。幕府、宮内省高城の技術は、村越千太郎、1857から1937年、花見香る1910から2002年ら退職した、宮内省、宮内庁高城により、民間有志に得られ、現在活動している高狩従事者、松原秀俊氏を除くは、特定流派名を名乗るか否かに関わらず、 そのいずれかの技術的系譜を引く。早期の民間団体としては、中西五道も発起人に名を連ねた日本法要クラブ、1936年、があったが中断した。村越に支持した、庭ゆ徳、とく、1901から1993年の文下からは日本、高刈文化保存会、森里氏の進む研究会、吉田隆高刈協会など、花見香るの文化からは、 日本法要協会が結成されている。大原総一郎が庭を招聘して設立した日本鷹狩りクラブは、大原の没後の1982年に改組、改名され、日本和下科研究センターとなっている。2010年代において、伝統文化の継承として、鷹の飼育や法要が続いているほか、鳩やカラスといった害鳥を鷹で脅かして、市街地などから追い払うことをビジネスとする。 高丸という会社が石川小松市にある。一方、明治以降、東北地方において、当初氏族層、一定の視力のある農民、またギの間で熊高による雪山の高刈りが広がりを見せた。熊高の飼育自体は鎌倉時代から見られ、古今著文集、中世の高所においても、住高への言及が見られる。東北地方の高いの起源は明らかでなく、 幕末以前に遡る見方もあるが、用具とその名称に共通、類似するものがあることから、武士の高狩りが土着化したものと見られる。名手として知られた、三浦恒吉、1863から1938年は、院内の伝助なる人物の流れを組むが、旧戸沢半田課長家の佐々木仁助とも親交があった。東北地方の高塚は、 制御高帳として発展したが、第二次世界大戦後の経済状況の変化で、急速に水亡し、武田雲一郎ち1915から1992の没後、現在では、靴沢朝次のもとで1年間学んだ、松原秀俊がいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。